4人目のゲストは記念すべきですね、素敵な素敵なゲストでございます、人材育成グロー代表のですね岡野恵里さんですけども、17年間百貨店をで勤めててですね、その経験を生かして起業されてからですね、企業の、まあ、人材育成に関わるような、そういう企業研修などで大活躍をされております。で、まあ、もちろんお仕事だけではなく子育て、もしながら、それから家庭とこの仕事のバランスをねどう取っていきながらやってきたのかということなどもね、この後伺いたいと思います。はい、カミカミになってきました。まあ、そういうことで、それではですね、もう先に、登場をしていただきましょう。はい、それではエリさんよろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは、皆さんこんばんは。岡野恵里です。岡野さんです。第10回目の記念すべき、はい、エリさん登場でございます。よろしくお願いします。いえいえ、もうその赤のドレス最高ですねこれね。ありがとうございます。もう情熱の赤ということでね、本当に簡単なあの自己紹介で申し訳なかったですけども、エリさんの方から具体的にね、どんな風にして今17年間百貨店勤めてきて、そこから今に至る、ちょっとこう詳しく聞きたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今ですね、人材育成グローということで、去年の5月1日に開業したばかりなんですけれども、その1年前に百貨店を退職しました。それまで今ご紹介いただいた通り17年働いてきたんですね。はい。まあ、その中で2人の子供がいるので、まあ、子育てしっかりしたいなとか、まあ、そんな思いを持って、起業をして、今、人材育成の講師業とか、まあ、企業のね、研修の講師なんかをさせていただいております。今日はよろしくお願いします。お願いします。一番最初ね、でもエリさんとお会いしたのが名古屋でね、僕のあの友達のエリリンってね、コミュニケーション、あの時もコミュニケーションの何か勉強会やったと思うんですけど、そのコミュニケーションの勉強会でちょうど目の前のテーブルで一緒にね、ペアを組んでいろいろとさせていただきましたけどね。懐かしいですね。そうなんですよ、懐かしいですよね。しかもあれなんかくじ引きじゃなかったですか？そうです、そうです、はい、そうで、くじ引きであの会場に多分 20名ぐらいいらっしゃったのかなって思うんですけど、うん、はいはい、その中で一番なんか派手なヒデさんとペアになった。あ、この方だってその時嬉しく思ったことを。本当ですか？その時ちょっとまたやりにくそう、派手だった。いや、確かに当時、あれ2年ほど前だったと思いますけど、僕目を引く方、いろいろ服とか柄とかが好きで、目を引くようなこうパッション、まあそれこそ今日みたいな赤のね、そんなんとかも好きだったんですけど、ここ最近はちょっと落ち着いてですね、これ白はね、ゲストの方に邪魔にならないように、あ、さすがのお気遣い、ゲスト色に染まろうということでこう白にしてるんですけど、まあでも、そういうことで今日ちょうど白と赤でものすごいコントラストはっきりしてるね。もう紅白ね、10回目の出た、ね、はい、すごいです、すごいです。まあ本当に、今日はよろしくお願いしますね。お願いします。はい、ですね、そしたらコメントとかもしよかったらくださいね。はい、いいねもいただきましてありがとうございます。はい、松田さんありがとうございます。はい、で、今日ですね、そしたらまあいろいろそのエリさんに聞きたいことがたくさんあるんですけど、はい、まずその起業する前の17年間って百貨店でかなり長かったと思うんですけど、はい、その17年間なんか面白いこともあれば苦しいこととかいろいろあったんじゃないですか、ね、そんなん聞きたいですが。そうですよね。もう17年、うん、ね、年がバレるなっていう感じなんですけどね。大学を卒業して、まあ、ホテルか、または百貨店とか、こう人と関わるようなお仕事に就きたいなと思ったのがきっかけなんですよね。うん。で、それから、ヒデさん、私、どこの部門にいたと思います？百貨店で。なんかでも、販売とかの、うん、なんかクレーム処理班とかでも行けそうな。なるほど。私実は食品担当なんですよ。へえ。そう。全然思わなかった。食品の。ほうほうほう。食品の中でもお菓子を担当してまして。へえ。うん。なので全国メーカーなら何でも聞いてっていう感じなんです。はあ。
だからね、和歌山の お歳暮とかも全部そうしたら、そういうお歳暮関係、そうです、そうです、お中元とかお歳暮とかね、あのおせち料理とか、ずっとお仕事をしていまして、まあ、現場は食品担当 で、うん、でその後あの広報部門に行って、フロアのこうリニューアルとか、あとはお客様のこうサービス向上とか、うん、そんなお仕事をさせていただいてたんですよね。うんうんうん、ちょっと待ってくださいね。うん、でそのまあ僕食品というイメージは全く なんか服とか服飾とか、うん、そういう感じで、そうですよね。うん、そうなんですよ。あんまりね見られないって言うんですけど、エプロンをしてね、三角巾をしてね。仕事をしてたんですよ、ずっと。そうなんですか。さあ、そういうのは17年間その食品のやりながら、食品の中でおもてなしっていうことはやっぱりお客様にどういうふうにコミュニケーション取ればたくさん買ってもらえるかとか、まあそういういろんなことを考えられたわけですよね。うんうん、そうですね、まあ、やっぱりその日々訓練というかね、やっぱりおもてなし力とか気遣い力とか、まあそういうのってやっぱり日々の訓練だと思うんですよね。うんうん、特にその何でしょう、クレームをねこう毎日言ってこられるお客様とかも中にはいらっしゃって、はいはい、うん、やっぱりね新入社員の頃ってやっぱり怖かったです、そういうお客様は。うん、でもだんだんこう対応するうちに、うん、その方とこう仲良くなろうと思い出したんですよ。うん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 、あ、また今日も来られた、まあ、きっと何か文句言われるけど、でも本当にありがとうございます。それほどよく見てくださってるんですねっていう気持ちで、本当に仲良くなろうと思って。うん、でその方が来られる時には、もう、あなたのことが好きですと心で言ってから、こうね、うん、対応するようにしたんですよ。ほう。そうしたらですね、本当に仲良くなれて、今では街で会っても、よって言われるぐらい、顔見知りになれたんですよね。だから本当ね、クレームを言われるお客様も本当に宝の一つだと思うので、うん、うん、そんなことでね、こう心を一つにこう近づけるような、そんな努力をしたりしてましたね。うん、出た宝物か。クレーム一つが宝物。確かに、でも、そういう表に出してもらえない声ありますもんね。不満だけでも表に出ない、そういうのが一番この企業が欲しいですもんね。アンケートを取ってお金を払ってでも欲しいって言いますもんね、今ね。まさにそうです、はい、うん、本当にクレームって怖い人が多いと思うんですけれども、うん、言ってくださるだけ宝です。うんうん、でその方といかにこう仲良くなるかとか、まあ、本音を聞き出すかっていうところですね。それがその対応次第ではお褒めの言葉になったりリピーターになるあの秘訣だと思うので、うん、はい、確かにね。いや、まあエリさんの話のちょっと流れで言いますと、実は僕もあの飲食店やってたんですよ。後半の方がクレーム処理班になってしまってね、僕。そうだったんですか。いや、それこそ、だからそれ今聞いてて本当にその頃はやっぱり場数を踏まないとクレームって嫌ですもんね。嫌ですよね。またクレームかって思ったけど、やっぱりそれを一個こう乗り越えて成功事例っていうんでしょうか、うん、あの人がこんな急変になって急変して僕をまた、親しく感じてもらえるようになったって言った瞬間にね、本当にこう心が通じるっていうんでしょうかね、それを本当に思いました。そうですね、ありがとうございます。今日は初めから見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。クレームのお客様こそ大事にしないとダメですよねって。はい、そうなんですよ、ちょっとこのユーザーのお顔が見えないので、ね、もし誰か分かれば、うんうん、お願いしますね。はい、いや本当にそう、初めから見てくれてると嬉しいですね。嬉しいです。本当にこのクレーム対応をしていたからこそ、うん、今の研修とか仕事にもね、つながっていることがたくさんあるんですよね。うん。うん、うん。うん。あの、子供を産んでからも、やっぱりお客様のそのクレーム対応とかって、まあ、ほぼ毎日してました。まあ、実はその子供をですね、車の後ろに乗せて、お客様のところに謝りに行ったこともあります。はい、まあ、これはね、会社からそう、あの、指示されたわけじゃないんですけどね。うんうん、やっぱりその、役職的に私が行かなければみたいなね、そんな使命感で、ね、やってました。なるほど、なるほど。
はい、マサルさん、こんばんは。いつまで出ます。クレームに対応できる人は切り返しや言葉がすぐに出てくる頭の回転が必要なポジションですね。素晴らしいですね。おお、かっこいい。マサルさん、ありがとうございます。そうそう、いや本当にあ頭の回転が本当に早いと思いますよ、エリさん。そうですか。僕なんかもう今ゆっくりとしてますよ。もうなんかね、旅から帰ってきた感じで、これほんまに喋れるんかなと思いながら今日。いや一応ね、でもね、本当にね、マサルさんが言われるようにね、このね、そうそう、頭の回転って必要だと思うんですよ。相手が何を言いたいかということを、言葉尻をうまくこう捉えないと、下手すると逆鱗に触れて、余計にフレームが火が吹くというね、ここがものすごくやっぱり繊細なところでしょう、この時間ってね。そうですね、そうですね。ないですか、なんかそんなことなかったですか。もうこれやってしまったってことなかったですか、エリさん。もうこれやってしまった、百戦錬磨いけましたか。でも最初からクレームをちゃっちゃっちゃっとこなせる人ってないと思うんですよ。やっぱりこういろいろないない、もうなんかこうね、お腹痛くなるぐらいの思いになって、もう冷や汗かいたりとかっていっぱいあるじゃないですか。 ありますね。怒られたこともいっぱいありますよ。私基本的にね、おっちょこちょいなんですね。ドジなんですよ。なので本当にね、間違いが多くてですね、よくね、物産展とかありますよね、北海道物産展とかね、ああいうので限定で販売しなきゃいけない商品を発注し忘れたっていうのがあったんですよ。もう今ならね、笑いますけど、冷や汗ですよね。もうその当時ファックスを裏向きに発注してしまったっていうね、本当初歩的なミスなんですけれども。そういうこともあるわけやね、エリさんもね。ありますよ。どんだけおっちょこちょいなんだって言われてここまで来ました。なかなかね、治らないですけどね。いや、そういうエリさんがでもこうかっこいいじゃないですか。これちょっと今これね、このちょっとこうピンクの T シャツで今なんかお話しされてるのは、これ小学生ですよね。小学生に向けて何かを。そうなんです。私、退職をして、コミュニケーションの、民間のね、資格を取りました。はいはい。それを活かしてですね、愛知県内の小学校にお邪魔をして、子供たちにコミュニケーションの授業っていうのをやってるんですね。もちろん無料で、ボランティアでやってます。ボランティアで。はい。ぜひね、ご覧いただいてるお母様とか、お父様とかね、お孫さんにとかでもいいので、もしね、やってほしいってことあれば、ぜひ、お声掛けいただきたいなと思うんですが、学校からね、毎年呼ばれて、こんな風に授業をしてます。いいですね。もう、とにかく今ね、AI がどうのこうのってこう進んで、もう LINE とか、もうすべて SNS で、言葉ほとんどなしのコミュニケーションを取るっていうのに慣れてきたからね、小学生の皆さんもね。はい。はい、だから多分、子供のこのコミュニケーション、生のコミュニケーションって、すごく貴重やと思いますよね、これね。そうですね。特にこの授業は、自分の魅力に気づく、そしてその周りの相手の子の強みにも気づいて伸ばしてあげるって、そんなね、授業なんですけれども、また道徳とは少し違って、こう自分も認めて相手も認める、自他尊重の、コミュニケーションですね。自他尊重。で、今日本の、子供、日本の限らないか分かりませんけど、やっぱり個性をどう輝かすということすごく大事じゃないですか。昔だって偏差値、ずっと偏差値だけど、平均値を取るとか、そういう協調性が大事って言われた時期が今ちょっと違ってきますよね。個性 を引き出していくっていうふうに、ちょっと時代が変わってきてるように思うんですが、そんな中でも何かこう今お子さんが自主的に何か考えて動き出したって言われてましたよね、さっき。そうなんですよ。うちの娘はですね、10歳。そして下に8歳の息子がいます。両方ね、公立の小学校に通っていたんですけれども、上の娘がですね、このコロナで何ヶ月か自粛になって、なかなかね、外に出られないとかね、いう中で、北海道の下町ロケットのモデルになったっていうね、植松勉さんっていう方のセミナーをね、見たんですよ。ヒデさん知ってますか？知ってますよ。ロケットのやつ。そう、あれをね、一緒にね、見たんですよ。へえ。それがきっかけで、あれ、自分の才能ってもっと伸ばしていいのかなとか、
その普通の小学校じゃないとこって行ってみてもいいのかなって言い出したんですよ。ほうほう。10歳の娘さんが、はいはい、へえ、小5やもんね。そうしたら小5です、小5です、はいはいはい、それまでね皆勤賞ですよ。小学校に皆勤賞で通ってた娘がいきなりそう言い出したんですよね。うんうんうん、で何かこうねやってみたいことがあると、あのセミナーの中でも言ってましたけど、やったことがない大人って反対するじゃないですか。うんうんうん、そんなことやめときなよってね、うんうんうん、反対するんですけど、でもやってみなきゃわからないし、うん、やってみたいって言い出して、うん、ちょっとこれはすごいな。でやってみたいって言って学校を変えたわけ。じゃあそうなんです、学校を変えました。今ね愛知県内のオルタナティブスクールっていうところにね通ってます。え、それはどんなスクールなんですか。それはですね、まあ、自主性、まあ、主体性を身につけるっていう学校で、うんまあ、学校にねこう不登校行けない子も来ているし、うんまあ、うちの娘みたいにこう行かないっていう選択をしている子も来ています、うんまあ、何をやってるかっていうと、まあ、本当にね、自分で一日を決めるんですね。時間割もありませんし、宿題もありません。で、お昼ご飯とかね、給食も自分たちで買いに行って自分たちで作るんですよ。はあ、うん。で、こう、何を食べようかっていうところから始まって、一日300円をね、みんなにこう集めて、で、こう、買い物に行って、まあ、今日はチャーハンとかね、まあ、今日は焼きそばとかいろんなもの作ってますけど、その中でね少しこう勉強のタイムがあったり、もう本当に体験をしてこう主体性とか実践を身につけるっていう、そういう学校なんですね。うーん、まあでもそれ今聞いてて、僕らの時代はそういうのはもう全くなかったです。そう、レールに引かれて結局そこからまあ、外れたら余計怒られたからね、逆にね、うん、もうみんなと同じ道歩きなさいとかいう教育だったから。それはでもそういう授業があるような、まあ、学校がどんどん増えた方がいいですよね、聞いてるとね。そうなんですよ。実はその学校に通っている保護者さんは自分たちでそういう学校を作ろうってしている人もいるんですよ。へー、うん、ね、だからどんどんね、今はやっぱり公立の小学校中学校一択しかないですよね、うんうん、もうそこに行くのが当たり前、うんうん、もしくは私立を受験するとかね、うんうん、そういう道があるかもしれませんけど、またもう一つ別の道があるんだよっていう、そういうことをうちの娘は実践しています。どうなるかはね、やっぱり親として不安な部分もありますよ。うん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 、でも、本当に、何でしょう、見守るというか、期待していますね。なんか、エリさんの子育て理論というんでしょう、子育て論、うん、要は仕事もしながら、まあ、家族に反対されたとね言われてましたよね、うん、そこら辺も、はい、まあ、全てそういう部分では親の姿を見て子供も育ってるという、そういうようなちょっと僕はイメージに浮かぶんですけどね、うんうん、ありがとうございます、うん、そうですね、あのまま、まあ、サラリーマンというかね、フルタイムで働いていたらもしかしたら今の選択はなかったかなって思います、うんうん、でもやっぱり主人は反対していますよ。私が起業することにも退職することにも反対していましたし、うん、子供がね、その学校行くことも賛成はね、していないんですよね、心から。でも、私は反対されても自分を信じて、うん、まあ、本当に1割ぐらいの人しか背中を押してくれなかったなっていう印象がありますけれども、うん、まあ、その人の言葉を信じて進んで、今本当にね、幸せなんですよね。うんうんうん、うん、もう主人には2年で2年で収入を戻すから何とか辞めさせてくれってね、頼んで辞めたんですけど。ああ、心強いね。で、実際のところは、一番心強いところで今一瞬ちょっと静止画面になりましたね。はい。一番心強いところね。一番、はいはい。まあ、はい。そうなんです、そうなんです。そう、それがもう今となれば、ね、結構、まあ、こういういろいろと、なんでしょうね、企業の、研修までずっとやってますもんね。これかっこいいですね、このプロフィールね、これ。ありがとうございます。そうなんですよ、うん、企業の、ね、研修をさせていただいてます。うん、これは講演ですね、ママさんに向けて。これはママさん向けるね。はい、子育ての講演とかね、あとは。まあ、企業の研修が多いですね。コミュニケーションとか新陳研修とかですね。うんうん、はい。
割と今、はい、そうなんですよ。それはね、中学生の面接講座っていうのの登壇をした時です。へぇー、うん。かっこいいな。かっこいいな。ね、意外とご年配の方もいらっしゃると思いません、うん、うん、多いですね。やっぱりね、こういう需要って今すごくあるんですよ。はいはい。いわゆるその新人だけじゃなくって、中途の方とか、うん、ベテランの方に向けたおもてなし教育をしてほしいっていうご要望がね、結構あるんですね。はあはあ。うん。ベテランの方にね、接客を、はい、接客ね、はあはあ。そうなんですよ。やっぱりこう、接客って自己満足になってる方が結構いるんですよね。うん、ベテランの方って特に。うんうんうん、なのでそこをね、もう一度こう基本を見直していこうっていうね、そんな研修の発注が割とありますね。あ、なるほどね。これでもあのよくその世代が変わるごとに、まあ僕はちょっと合ってるのかどうか分かりませんけど、まあ、子供を育てるという価値観ももちろんそのどんどん変わっていってるじゃないですか、うん、育てる側のお母さんの価値観ももちろん変わってきてるし、うん、でそれこそ企業の中、職場の中でもその多様性っていうのがすごくね、うん、あのなんていうの、ダイバーシティっていうのかな、なんかいろんな人を雇用するやり方も企業も受け入れていかなあかん、そうなってくると、はい、やっぱり年配の方とかも年齢関係なくして、まあ、いろんな方のコミュニケーションを取るすべって必要になってきますよね、うん、そうですね、本当にね、そうだと思います。そういうことを、まあ、エリさんはいろいろと教えられているわけですかね、このなんか、うん、10人トイレ、はい、書いていただきます。それは人権や個人の生きる道で、はい、僕のこの娘も授業を受けずに自宅で自習が、おお、それでいて中学生の子が高校の勉強をしています。選択の自由ですかね、うん、フリーダム。あ、すごい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 、ぜひ教えていただきたいですね、うん、まさにね、はい、はい、うん、すごいすごい、ちょっと音声が、そうなんですよね。大丈夫、はいはい、大丈夫ですね。はい。いいですよ。やっぱりあれですよね。はい、型にはめないっていうのがね、あの大事なのかなと思いますね。うんうん。研修の中でもそういう型にはめない研修コミュニケーションっていうのはやっぱりあるんですかね。僕ちょっとその内容までわからないんだけど、うん、まあその企業向けでもやるし、子供さんにもやってるってことはもうその なんていうんだろう、あの何かこう決まってるコミュニケーションの鉄則みたいなのあるんですかね。鉄則、うん、鉄則っていうのが何か教えてもらえたらな。そうですね、鉄則、そうですね、私が今大事にしているのは、うん、あの想像力ですかね、はあはあ、うん、その相手が何を求めているのかっていうところのやっぱり想像力を働かせる力っていうのがやっぱり必要だと思うんですよね、うん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 、なのでそれがやっぱり欠如しているので、ああいうなんていうんですか、バイトテロみたいなものだったり、それを見た人がどう思うかっていうその想像力が欠けていると、ああいうふうになっちゃうのかなって思うんですよね、うん、なのでこう気づかせるっていうようなところから、あのコミュニケーションの研修はやってますね、うんうん、気づかせるというのも、ね、言葉で言うだけだったらなかなかあれだけどね、やっぱり体験して、うん、ワークとかいろいろあると思うんですけどね。そうそうそう、だから簡単なもの、昔あのマジカルバナナってあったじゃないですか。こうマジカルバナナってね、バナナと言ったら黄色っていうのあったじゃないですか。うんうん、ありましたありました。っていうね、連想ゲームっていうのも一つ ありかもしれませんし、はいはい、頭がどんどんね、こう働いていくんですよね。はいはい、うん。そういうので、こう、頭を柔らかくしながら、こう、本当の接客につなげていくみたいなね。なんかゲームとかやってますよ、私は。ああ、やっぱり楽しいんでね。子供さんなんか一番受けるパターンやね、それ。そうそう。そんな感じですね。そうですか。まあでも、その、その今の研修の中へ行き着くまでには、でも、まあ、17年間ずっと百貨店の仕事をされてて、食品をしてて、そこから、その、急にその、研修って、すぐに研修っていうわけにいかなかったでしょ。やっぱり何か、なぜこういうふうな今、グロー代表という人材育成の方に進んだかとかね。ああ、そうですね。はいはい。はい。
まあ、食品をね、担当してた時に、久々に産休を取った後に、久々に現場に戻ったんですよね。そうすると、自分がもう40手前で、まあ、新入社員の子は本当に20代前半とかね、自分と一回り以上下の子たちを教育しなきゃいけないっていう立場になりまして、はい、で、今までと同じような教育の仕方をしてたんですけど、全然響かないんですよ。はあはあ、今までやれてたことが全く響かない。はいはい。っていうことが起こって、あれ、なんか自分の教え方って間違ってるのかなっていうことで、そこで気づいたんですね。うん、いわゆる、はい、ものすごいね、落ち込みました。全然こうコミュニケーションがね、取れないんですよね。自分が直属の先輩なんですけど、休みたいっていう連絡を違うね、部署の人にされちゃったりすると、すごいショックじゃないですか。もう私嫌われてんだと思いましたね。はい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 、はい。なんか知らないうちにちょっとね、こう上から目線になってたり、なんか教えよう教えようってね、こうちょっとね、怖くなっちゃってたのかなってこう反省したりして。で、それで、コミュニケーションっていうものを一からね、学び直そうって思ったんですよ。はいはい、で、やっぱりそのね、相手のことをしっかり聞くこととか、相手を尊重して話をすることとか、もちろん基本的なことをこう理解して、で、そのコミュニケーションを取れなかったことを、なんでしょう、話の仕方をね、変えてったんですよね。そしたらだんだんその子が私にこう相談をしてくれるようになって、あ、これで良かったんだと。あ、私今まで間違ってたんだなってね、気づいたんですよ。やっぱりこう人を育てるってすごく難しいけど、面白いなってそこで初めて思ったんですね。で、はい。で、そこでもうこれを仕事にしようと思って退職したんですよ。いきなしもうそのなんていうんでしょう、コミュニケーションに興味を持ち出したわけで、そういうことがあって。そう、なんかね、やめるとしても私何ができるのかなって思った時に、百貨店でね、接客しかしていませんから、自分の持ち味ってコミュニケーションしかないんですね。でもそれをこう人に教えたりすることってどうやってやったらいいんだろうって思って、そこでこう学び直したっていうのは一つありますね。今まあ多分これ今日の放送の中では女性の限定のグループでももちろんあるんですけど、個人のねタイムラインでもちょっと放送してるので男性の方も聞いてくれてると思うんですよね。で、やっぱり興味は皆さんあると思うんですよ。育成というんでしょうか、共通点で言えば子供を育てるっていうのもそうですね、育成、はいはい、で自分を育成するっていう一つのことも言えますよね。要は自分の人生すらこう、あっち行きこっち行きで迷ってたら、それは子供に教える運もそうだし、企業でいうと上司が部下に教えるって言っても、上司自身がふらついてたらこれ教えることできへんし、いうことを考えていけば、エレさん流で言うと、このなんていう育成というものについて言えば、全て共通することがあると思うんですけど、そうですね、本当におっしゃる通りで、子供が生まれてから私ね、変わりました、やっぱり。一つ言えるとしたら、やっぱり自分のね、相手は自分の思い通りにならないっていうことなんですよね。当たり前ですよね。当たり前なんですけど、これ気づけないんですよね。はい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 、はい。もう前に成功したからこれでやれば間違いないとか、自分のね、言った通りにしてほしいとか、そういうことがやっぱり先行するんですけど、やっぱり子供自身、自分の年下の人に尊敬の気持ちを持ちながら、本当にコミュニケーションを取っていかないと、やっぱ育成ってできないんだなっていうふうにね、思ったんですよね。はい。なんか今ちょっと不安定に音が途切れてしまいました。いや、一番いいところだったんですけど、今なんて言ったか。そうなんですね。今ですね、そうですね、何て言ったかな。人材育成においては、こう、やっぱり教えるっていうこと
うん、教えるっていうふうに思っちゃいけないんだなって思ってます、私は。あ、はいはいはい、うん、逆にね、はいはい、逆にその年下だからとか、まあ、部下だからとか子供だからっていうふうにその思うこと自体が少し間違っていて、やっぱり一人の人間としてこう対等にコミュニケーションを取らなければ育成も何もできないと思うんですよね。うんうんうん、だってね、子供ってやっぱり思い通りにならないじゃないですか。違う人間だから。そうですね。うん、そこにね、やっぱ気づいていかないと、どうしてもこう上からの教育だけになっちゃうんだろうなっていうふうにね、思うんですね。確かにね、分かっちゃいるけど、うん、なかなか自分の、 あの子供だったら、まあ僕も子育て自分やってまいりましたからね、まあ、いろいろこれあのそうそう、これちょっと今出しておきましたけど、こう自分を育てるということもあるし、まあこれ今エリさんがずっとなんかね、この分かりやすく書いてくれた1年で夢をこう叶えるためのステップとかっていうのをこう作られてやってるっていうことになれば、これはまあもちろんご自身もそうですね、自分自身をこう奮い立たせてやっていくっていうこともあるやろし、はい、なんか3ステップっていうのはこれどういう意味があるんですか。これ1年で夢を叶えるための3ステップってなんか聞きたいじゃないですかね。なんかはい、そうですね、3ステップ、その3ステップはですね、 SKE48 って私は言ってるんですよ。あの名古屋のね、アイドルグループ SKE、はいはい、さすが名古屋やからね、はいはい、そうそうそう、名古屋発でちょっとお借りしてますけどね、うんうん、はい、あの S と K と E の頭文字のことをやって48以内にやるとこれ叶えられるよってね。おお、なるほど。うまいこと。これどっか書いてなかったっけ、なかったかな、ここか、あ、これちゃう、あれ。なんか後の方にあったかな、ちょっとまあとりあえず。そうですね、はい、そこにないからちょっと説明しましょうかね。はい、説明してください。はい、で SKE48 でやってくださいとお願いしてるのはですね、はい、まあ、S はですね、日本語の、まあ、数字を決めるの S。 日本語でね、恐縮なんですけど。はい、まあ、日本語、うん、そうなんですよ、数字を決めるの S です。私は、まあ、退職して2年で必ず元の収入に戻すと言い切って辞めました、うん、はい。あとね、子育てもしたいので、働く時間は週5から半分にしたいと、うんうん、で単価を上げてきっちりと収入を得ていくっていうね、目標を決めたんですね。やっぱりこう数字をきちんと自分で決めないと達成できない、私の場合はですよ。なので、いつまでにどのぐらい達成したいのかっていうののための S、 数字なんですね。じゃあ K は何かっていうと、K はですね、結果を出している人に話を聞く、まあ、結果を出している人に教えてもらうっていうことですね。まあ、その K なんですけれども、やっぱりこう自己流でやると、まあ、事故、アクシデントになっちゃうよって、私は思ってるんですよ。うんうん、今みたいに応じましたね。アクシデントがありましたね。はい、お疲れ様です。マーサさん、はい、マーサさんもいろいろとコメント、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。桃田雅也さん。そう、頭で分かっててもね、難しいですね。思春期の彼の、あ、これちょっと前の方になってきましたね。すみません。ありがとうございます。拾えなかった。はい、ありがとうございます。はい。K はですね、そう、結果を出している人っていうのをやっぱり見つけて、その方にね、教えを請うっていうのはやっぱり一つ必要かなと思ってます。うんうん、はい。そしてね、SKE48 の E ですね。E はですね、はい、エンドレスギブの E。エンドレスギブ。ほうほう、はい。エンドレスにギブする。ギブする。与えるの方のギブですね。うんうん、はい。私はもうこれをずっと退職して起業 してもずっとやってるんですけれども、うんうん、私がいた百貨店っていうのはですね、お客様が来られて、もし商品がね、ヒデさんが求める商品がもしなかったら、どうするかというとですね、うんうん、あるところを探してそのお店をご紹介するっていうことをやってたんですよ。あ、まあ、例えばそれが、隣の百貨店であってもそれをやってました。あ、でこちらに行かれてください。で、さらにやってたのは、そこの隣の百貨店に電話をして、今からヒデさんという方が行くので、こういう商品をお求めなので、ぜひご用意をお願いいたしますと。電話をしてですね、お客様に行ってもらったんですね。はあ。
もう貢献ですよね。私ができることを最大限しますっていうその心持ちなんですけど、そうするとどうなるかっていうと、お客様がですね、帰ってくるんですよ。あの時ありがとうね。もう岡野さんが言ってくれたから、ちょうど欲しかったもの手に入ったよって言って、リピーターになってくれるっていうことが何度もありました。はい。で、サービス担当をしていて、まあね、私がいた百貨店はそこまでやるのかっていう話を何度もいただいてたんですけれども、それが結果的にお褒めの言葉になるんですね。うん、うん。そしてリピーターとして売り上げとしても戻ってくるっていうことを経験したので、まあ、やっぱり貢献する、与える、先に与えるっていうことを私はずっとやってきました。うん、この SKE ですね。まあ、みんなこう頭では分かってるってね、さっきマサイさんおっしゃってましたけれども、うんうん、頭で分かっててもできない人がほとんどなんですよ。うんうんうん、だからこそ SKE48、まあ、48、48時間以内にぜひね、一つでもやってほしいなって私は言ってます。はあ、力強い、はい。自己流は自己流ますから、本当にそうですね。はい、経営は結果を出してる人に教えを買う、エンドレスギブ。はい、何かね、一つでも、ね。うんうん、そうそう、これを48時間以内にね、ガッとね、そう、うん、やると一歩進めるんですよ。あ、すごい教えをこいましたな覚えやすいね。でもね、これなんかあのね、なるほど、あのね、分かりやすい、まあ、私は研修を作る上でやっぱり小学校、うん、高学年でもね、分かるような内容でなるべくやるようにしています、大人に対しても。うん、難しい内容ってなかなかね、入ってこないので。これまた後でもう今言っときます。このせっかくなんかこの SKE48 のセミナーの参加無料を先着30名ということで、今、はい、今日は特典があったから、ちょっと先にもうこれ出しときましょうよね。はい、はい、これがまああの上にちょうどこちらエリさんの頭の上にこの公式 LINE かな、これ、はい、LINE の LINE の公式に登録していただいたら、はい、ですね、そうですね、はい、まあ、SKE48 セミナーね、参加無料プレゼントということで先着5名、まあ、30分ね無料でさせていただきます。うんうん、はい、まあ、セッションもね必要であればぜひここからご希望ください。おね、なかなかこう新たなことを始めたいけど、なかなかやり方がわからないとかね、うんうん、あの、初めの一歩が踏み出せないとか、うまくいかないっていう人ね、結構いると思うんですけど、私は退職して起業するときは、初め1回500円のセミナーから始めたんですね。うんうんうん、でも今、2時間10万円っていう定価で、うん、はい、仕事を、ね、できるようになったので、うん、はい。すごい。何かお話しできればなと思います。なんか力強い、さっきずっと打ち合わせでいろいろお話ね聞いてるだけでも本当にその力強さ感じますし、これ人間関係のモヤモヤ相談っていうのも、これもいろいろな企業の相談とかいろいろありますね、なんかサービスね。そうですね、はい、ね、こんなことに悩んでるんだよっていうのはね、まあ、通常1回ね90分、まあ、有料でさせていただいておりますけれどもね、まあ、60分無料でマンツーマンセッションもプレゼントしたいなと思っています。これはすごいな。ぜひぜひ、そしたらね、せっかくこの公式 LINE の方に、はい、これ縮小というか取ってもらったらいいんでね、これ取ってください。アーカイブも残し、縮小じゃない、これなんて言うんでしょう。縮小、ね。そうそうそう。かわいい。ついつい間違う。で、これが公式サイトの方ね、これがホームページの方ね、こちらの方にもぜひぜひお願いします。はい。はい。はい、48、48時間以内に実行すると結果少しずつ出る。こうやってね、ちゃんと復習コメントを入れていただくとありがたいですね。ありがたいです、はい。自分自身で納得する教訓や標語を雲に見えることが必要です、ね、うん。標語。そう。標語。標語。標語といえば、なんか、はい、さっきまた噛みそうになるようなことをもう先に紹介してもらっていいでしょうかね。僕ね、はい、これ初めて知ったんです、この、なんか好きな、僕言ってる内容は分かるんですけど、この噛みそうになるやつ、百花春いたって、はい、たがためにか開く、はい、はい、
なんか出ますか？これ好きなんですよね。ちょっとそうなんです。私の人生のね、格言っていうのを聞かれたので、ひださんに。はい。はい。もう百花春至って、たがためにか開くってね、前後の言葉なんですけれども、あのね、桜をはじめとして百花繚乱、ね、こう花って咲き乱れますよね。うん、でもその花って、その美しさは誰のためでもないっていうことを言ってるんですね。ましてやその華やかさを誇ったりですね、まあ、見る人を喜ばせようっていう意識は、花にはね、微塵もないんですよ。何が言いたいかっていうと、自然のままの姿、何の思惑もないっていうことなんですね。まあ、つまり、こう、誰のために何かをやるってことではないんですよ。もうその人に与えられたかけがえのない、こう、なんでしょう、使命とか才能があるので、それはこう、他人のためのものではなくって、まあ、自分、ですね、自分自身をこう咲きたいから咲くんだっていうね、こんな気持ちで花は咲いてるんだよっていう、そんな言葉なんですよ。うん、いいですね。何かね、こう起業したりね、始めたりするときに何かの役に立たなければ仕事にならないとかね、報酬にならないって原理原則では言われますけれども、でもそれより前にやっぱり自分自身がどう咲きたいかっていうところがすごくね、必要なんじゃないかなって私は思っています。もう人の目なんかね、関係ないです。おー、いいね。いいねが出た。いいね出ましたね。いや、でもなんか日本人って真面目だから、何かこう仕事をするとか、何か起業するとか、なんかこう人のためにとかっていうのはもちろんいいんだけど、うん、その頭でっかちになって結局動けない人多いですもんね。自分が本当にね、そうそうそう、うん、何ができるんやろうって考えたら考えたで余計いっぱいあるんやけど、迷ってる人多いですよね、それ考えすぎて。そう、迷路にね、迷走しちゃいますよね、うん。これは本当に人のためになるんだろうかとかね、うんうんうん。大事なことなんですよね。大事なことなんだけど、なんか花を見るたびにね、私はそれを思い出すんですよね。うん、この花はね、誰のために咲いてるんでもないんだよっていうこと、うんうん。なんかもう自分の使命として咲いているだけ。でもそれってやっぱり選ばれるためにすごく一番必要なことなんじゃないかなって最近思います、うんうんうん、いい言葉ですね。いいメッセージありがとうございます。噛んじゃいます。百花春至って他がためにか開く、百花春至って他がためにか開く。おお、やっと言えるようになったわ。おお、すごい。ありがとうございます。もうこうやって開うとこ開く、スクリーンショットスクショ宿所って言うね。宿所って言ったよね。私は宿所って言ったよね。そう、もう結構ね、僕ね、本当によく似た響きがね、変な響きになってまうんですよね。はい、人の目なんか関係ないという言葉はすごく刺さりましたって、ありがとうございます。僕が言ったんじゃないですけど、エリさんの言葉でございます。ありがとうございますね。なかなか難しいですけどね。うんうん。うん、いや、だから一番最初にこのエリさんとお会いさせてもらった時のこのおとなしい雰囲気とは全くイメージとはちょっと違いましてですね、まあ今日はコメントね、まあ、こうずっと追ってました、皆さんどう思ってるか分かりませんけど、こうやっぱり赤のドレスと、ドレスというか服とリップのこの色のすごく情熱で、それと眉のこのライン、これちょっとかなり気合が入ってるっていうのを僕は読み解いたわけですよ。一番最初にお会いした2年前はちょっとこうふわっとしてて、一緒にね、コミュニケーションランチ会だったからね、あれね。そう。ね。いや、ある一面こうやって、ね、シャツの、うん、そう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 、僕はそんな感じでしたよね。うん、で、そうそう。そうだから、そう思ったらこれすごくやっぱりこの出演をしていただいてよかったの、もうこの力強さ、凛としたのがエリさんのこのね、見れてよかったわ、ま、嬉しい、ありがとうございます。でもね、やっぱり子を持つ親としてはやっぱり親の姿ってたってすごく影響があると思うんですよね。うんうんうん、うん、なかなかこう、なんでしょう、やっぱり親自身が楽しむこととか、まあ、幸せを追求していることっていうのは、やっぱり背中を見ているんだなーっていうふうにね、思うんですよね。うんうん、本当に子供たちに、ママは本当に自由だねって言われてるので、最近。なんか良かったなーって思うんですよ。はいはいはい。確かにね、本当に親の姿って、親の影響ってすっごく影響を受けます。まあ僕もね、おかげさんで手前味噌ではありますが、両親のね、
もう本当に感謝して、まあ、天国ですけどね、もうね、口うるさい方に言われたら、もう自由奔放に生きよう、自由奔放に生きようって。珍しいんですよ、今時、その時の当時ね、もう好きなようにしなさいって言われた。で、逆にだから、何かしろ、あの知るって言われたことないんですよ。だからある種こう商売することもためらわなかったっていうか、まあそういう部分では楽しいことをやっていこうとか、人の目をねあまり気にせずかと言いながら、ここは要領いいんですよ。にっこり笑って挨拶だけはちゃんとしとかなあかんなと、そういう最低限のことはね、よう教えてくれたんだけど、今もエルさんのその話聞いててね、いや本当うちの両親があって今があるっていう、ありがたいなっていうことを。だから本当にこれすごい羨ましい。いや、一緒です一緒です。だからやっぱり親がねこうやってキラキラと輝いていくということは非常に大事、なんか犠牲になって育ってるっていうのがね、いやでもあったんですよ、僕だってその父子家庭でずっと育ってると、なんか犠牲になったりと気にならんことはないんですよね。時間取られたりも、父子家庭なんですね、ヒデさん。父子家庭でね、そうやった時に、仕事こんなあるけどこうしてああしてって、時間また取られるとかっていうのも、こういう取られるという言い方すらあかんんですけどねって思って、でも 100% エリさんね、理想の親になれないですよね、普通ね。点数でつけたって無理やもんね、同じ人間やしね、それは本当そうです、だからもう子供のためにというよりか、自分が一生懸命自分の人生を集中してやれば、それがもう結果子供のためになるしね、本当ね、そうなんですよ。仕事ビジネスだけじゃなくて、子育ても百花他がためにが開くだと思うんですよね。もう子供のためじゃないです。だから自分がですよね。そうだね。一貫してこの言葉いい、そういう意味では、はい、先ほどから、この、はい、言葉刺さりましたから、今度凛という言葉がぴったりですという、そうでしょ、ハキハキしたできる女のイメージで、私もそうなりたい。ほら、わおって。おっちょこちょいです。いや、おっちょこちょいわかるけどね、やっぱりね、そう。僕もこの年になり、世の中に恩返し行けるかなと考える今日このことですよって書いてるわ。いかに世の中に恩返ししていけるかなって考えると。ああ、本当ですね。恩返し。確かにそうですね。なんかもう、今の言葉で思い出しましたけど、やっぱり子供が生まれた時の喜びとか感動っていうのをだんだんこう忘れて、何かを教えようとかって思ってしまうんですよね。やっぱりこう、ね、命を受けて今生きていることだけが本当にありがたいことだし、何か教えようとかね、育てようとかそういうことじゃないんですよね。いかにこう自分がね、精一杯生きるかみたいな、そういうことの方が、ね、恩返しですよね。いやいいですね。ちょっとまあ言い方は悪いですけど、エリーさんにスパルタ教育を受けてるような気多分この世の男性はなると思いますよ。なんか多分研修なんかでもエリーさんが一回りとか二回り、二回りってことはないわな、まあ一回り二回りぐらいあるか、ありますあります、もう今ね、いらっしゃるもんね。イクボス研修とかやってます。イクボス研修って言ってね、部長さん宛てにね、やってますよ。へえ、イクボスっていうんですか。イクボスね。はあ、なるほどね。ありますあります。厳しそうやな。優しい。優しい。いや、男性の人はね、優しいだけやったからね、やっぱりね、スパルタでちょっとね、やっぱりお母さんにやっぱ育てられてるわけですよ、男性ってね、異性に育てられてるわけよ、やっぱりね、だからどっかで、ね、年齢いった時にね、そういうね、ピシッと言ってもらうの方がいいやと思うよね、そっちの方が愛情を感じると思うんですよ。なるほど。そう、もう、ね、男のプライドをね、こう、ちょっとへし折るぐらいの。とんでもないですよ。そういう話で僕はどんどんそのエリさんのイメージをどんどんこうお上手でクールなイメージに持っていきますけどね。はい、ありがとうございます。子供ができて初めて親のありがたみを知った次第ですね。本当にそうですよね。もう、お孫さんとかね、僕も孫までいてますからね。もうだから本当に、そうなんだ。そうだからしっかりしてますよ。だから僕が親としてまだまだ本当にいたなと思ってた
ね、育てる時に至らんと思ってたこの思ってる気持ちはね、多分子供が見とるから反面教師にもなるわけですよ。親があんなにやっても、はいはい、その親みたいにならんとこって言って、やっぱりしっかりすることもあるしね、子供としてはね、うんうん、だから子供のやっぱりあの力を信じる、見守る方が僕は親としていいと思うのね、うん、本当そうです ね、 ね、力を信じる、うん、そうですね。だから親はいてるだけでも宝ですよ、子供からすると、ね、そう思って、結局親の親子の話になりましたけどね、最終的にもうこんな時間になってしまいました。ありがとうございました。もうエリさんのこの仕事の話からね、百科のなんとかなんとかのあのあれの話にもう長いからよよもう一回言ってください。百科、他がためにか開く、うん、もうね、そうやって滑舌もいいからいいわ、スキッとするわ。もう本当にここに書かれてたけどね、やっぱりね、はきはきとね、言葉が出るっていうのはいいよね。もうだんだん僕なんかあのどんどんこう滑舌が悪くなってきて、うん、そうなんですね。もうね、私40からね、あの結婚式の司会業を始めまして、明日からの4年期も毎日結婚式ですけれども、うわーすごい、はい、滑舌ってね、あの少し練習すればね、かなり改善しますね。なんかトレーニングしたらいいんですよね。わ、はい、かりました。またスパルタ教育を受けに行こうかなということで、ありがとうございました。本当にありがとうございます。時間でございます。まああのね、時間は本当にあのあっという間に来るんですけど、まあいろいろと仕事の話も伺ったし、まあもうほとんど話は出てしまったんですけども、まあまああのトータルで何かね、言い忘れたことがとか、何かこうメッセージとして、この男性の方も今日は見てくれてるからね、まあ男性女性限らず、何かこうエリさんなりのね、まあなんか思いというんでしょうか、今感じてることがあれば最後にね、一言メッセージということで、それで締めたいと思いますんで、よろしくお願いします。もうアップにしましょうか、このままでいいですかね。あ、このままで十分です。はいはい、はい、皆様の今日はね、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。なかなかあの動画に出る機会はないので緊張しておりましたけれども、あのコメントいただいて本当にね、安心しました。ありがとうございました。はい、まあ、今あの本当に伝えたいこととしては、そうですね、あの何でしょう、自分の何でしょう、もっと 120% でみんな生きてほしいなって私は思ってます。はい、あの誰にもね、こう遠慮することなく、何にもね、こう我慢することなく、まあ、芸能人がね、こうなんか悲しいニュースとかがね、流れてますけれども、自分の気持ちをこう素直にね、言葉にしたり、誰かに聞いてもらったりすることって全然恥ずかしいことでもないので、嫌なこととかこう辛いこととかね、あったらこう言葉にして吐き出して、でさらによし、明日から頑張るぞってね、こう 120% のこうね、拳を上げながら毎日ね、なんか自信持って生きていきたいなって私は思ってます。もし何かこう相談したいなとか、辛いことがあるなと思ったら、まあ、このね、派手な服で登場しますので、いつでもね、ご相談いただければと思います。はい、ヒデさんありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。本当に、最後のコメントでね、100、これもう一回だけなんか言ってほしいみたいなあのコメントが入ってましたんで、じゃあヒデさんどうぞ、百花春いたってだがためにか開く、どうですか。ちょっとマシになりましたが、あのね、これは本当にでもいい言葉でしたね。このチョイスしていただいた、もうね、エリさんにまさしくぴったりの言葉というイメージを受けました。本当にありがとうございました。もうありがとうございます。皆さん聞きました、もう本当に遠慮せずに 120% でいきましょう、うん、いうことでね、うんうん、はい、よろしくお願いしますということで、もうよろしくお願いします、もうこれで終わりやって。いやいや、本当にありがとうございました。エリさん、またね、機会あったら登場してください。これ交流会もやってますんで、またね、はいはい、ぜひぜひ、交流会またこの赤い服で来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、はい、エリさんでした。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。